おはようございます。ジャスト株式会社代表関正幸です。はい、前回に引き続きこうエネルギーに関してね、こう地球上の生物は何で最終的にできてますか、まあ、エネルギーなんですけど、はい、エネルギーで構成されて、さらにそれをそのエネルギーは光で動いて、最終的に光に全部還元されちゃいますよって話なんで、ね、はい、で光、もう石油なんかも光のエネルギーを蓄積できる形で変換された、うん、それを、何十億年かかかって作られたもの、日本ほぼ人間っていうのはこの100年ぐらいでもう使っちゃってる、すごいことなんだけど、うんうん、とエネルギーで還元されたってことは一つシステムを構成されるんだよね。はい、システムって何かっていうと、システムのフロー、流れってこういうことだよね。こう入ってきますよ、出てきますよ、うん、でまあここにまあ溜まるんだけど、はい、こうそうなると地球をこうその光のエネルギーとして捉えた時に、うん、こう環境問題ってどういう形ことなんですかっていうんでね、はい、溜めてるものが他のところからダダ漏れてたりとかっていうことでしょうか。で意外とね、こう水こう光入ってくるじゃん、はい、こうで出てくる時の、まあ、太陽がこうあって光入ってくるじゃん、はい、でこう出てくじゃんね、はい、こうで出てくる時どういう仕組みになってるか分かる？出てくる、これね水なんだよね、はい、こう要はね水がこう循環していくじゃん、雲になったり海になったり、うん、はい、雨な、その時にね宇宙空間に熱を放射してるんだよね、はい、で成り立ってるんだよね、はい、うん、まあ、ある程度この出と入りとではイコールだったんだけど、うん、どうも人間がこう昔のこの光のエネルギーの蓄積、要は石油を使い始めたらどうなったかっていう話なんだよね、うん、どうもねこの均等が崩れるから温暖化なんだけど、うん、でただこのなんていうか出と入りのこの、まあ、要はフローが、まあ、X だとするじゃんね、まあ、出が X だとすると均等が取れてました、うん、でこの人間が使ってるこのエネルギー、まあ、要は地球内に蓄積されちゃうエネルギーはこの何分の1ですかって話なんだよね。それによって大体地球がどれぐらい持つかみたいなの分かる、はいはい、ね、うん、で、はい、このキャパシティが分かれば、はい、うん、どれぐらいだと思う？意外とね少なくてね、まだね数百分の1ぐらいだと思う、はい、うん、数百分のだからこんな感じ100とか、まあ、うん、多くてだよ多分500分の1ぐらいじゃないかな、うん、でもそれだけのものだと、まあ、でも年数重ねると、うん、あっという間キャパいっちゃうんだよ、はい、でさらにこれが増え続けてるから、うんうん、という話で、だ多分ねこれ定量的にちゃんとやるとこの温暖化っていうのはどういうものなのかって分かってくるはずだね。うん、で多分ねまだねちゃんと計算できてないんじゃないかなっていう話。うん、でただ具体的に温暖化って怖いな。うんうん、で、うん、地球の温度が1度上がる、2度上がる、3度上がるとこの海水面がどう、うん、なんだ氷がどれだけ溶けて海水面が上がるかみたいな話だけになってて、うん、まだ、ね、定量的にまだ計算できてても、ね、伝わってもいないしね、うん、まあ、ほんの計算を理解できる人がどれだけいるか、うん、でもねこのお風呂のこのフローのこのお風呂のモデル入ってきてどれだけ出るかみたいなものに照らし合わせると そんな難しくないこれね、うん、いう話ですね。どうもありがとうございました。